うございます。はい、ノート書きます。はい、メッシーです。はい、紙。はい、ということで、紙、切り終えました。ポッキー15分間になります、はい、おはようございます。はい、ノートと読書します。はい、仕事だね、始めた。はい、はい、ポッキーやります。はい、動画編集します。はい、デザートです。はい、出ます。ありがとうございます。はい、読書します。飯です。はい、完食です。はい、仕事が経験者。はい、完食です。はい、動きします。はい、ということで寝ます。はい、おはようございます。第1部の仕事の方終えてきました。今から、2時間休憩したいと思います。はい、完食です。はい、動きやります。やります。はい、ということでやります。おはようございます。はい、飯を食べに行きます。はい、読書します。はい、動画編集します。はい、ということで、最寄りの、コンビニへ向かっていきたいと思います。完食です。はい、ということで、簿記の勉強終わりましたんで、寝ます。はい、おはようございます。ノート書きます。はい、それでは仕事行きます。はい、仕事が、やってきました。はい、完食です。簿記の勉強をします。風呂入ります。今日は、寝たいと思います。おはようございます。はい、読書します。はい、熱心です。はい、ってことで、ワイルソウル、はい、読み終わりました。はい、簿記やります。はい、ということで、本日の動画いかがだったでしょうか。はい、今思っていることっていうのはね、この、住み込みアルバイト生活ですけども、最近までね、8月末まで、やってお金を貯めようかなというふうに思っていましたけども、それよりも、一旦地元に戻って、やりたいことが、見つかりましたんで、そっちの方を、優先してやっていきたいと思い、この生活6月13までということを、にします。はい、まあ、この決断に至った理由としてしましてはね、まあ、この住み込み、アルバイト生活をこの8月末までやるのと、地元に戻ってちょっと自分がこうやりたい、やってみたいことを優先するのとでは、どっちが、濃い人生を、歩んでいけるだろうかっていうふうに考えた時にね、まあ、地元でちょっとやりたいこと、新しいことに挑戦して、行く方が、自分の人生にとってね、プラスに、なっていくというふうに思いましたんで、この、決断を、させていただきました。はい。うん。またね、こう地元でこう、うん、さらに、成長できるように、やっていきたいというふうに思いますんで、引き続き
応援のほどよろしくお願いします。はい、それじゃあ次の動画で。